うちの近所にもあのいます、日練習を待ってる人、うんうん、で何回かうちに来て、もううちの主人が癌の時ももう行きましょう行きましょうって言われました。あでも、うん、行きましょうって、主人、自分の旦那はこうで、ああで、あの元気になったんだよっていうか、行きましょう行きましょうって 言われたんだけど、一切行く気はないって言ったんですよ私、うんうん、その方のあのご主人が、今日は休ん、今日会社休んでお題目を上げてくれたって言うんですよ、うん、でここまでして私ね、人にご迷惑はかけたくないっていう感じだったんですよ、うんうん、だからね、一生懸命やってる人います、うん、でご主人は、うちの主人が亡くなる前に亡くなっていきました、うんうん、でもお葬式も行きました、近所ですから、うん、そしたら亡くなった時笑ってたとかね、なんかすごいもう、うん、えっていうような感じで、うん、あのなんですけれども、うん、何かね、もう、うんとすごいしつこいなっていうぐらい思ったんですよ私、うんうんうん、でもそれだけね、皆さん日蓮祀ってる方は熱心ですよね、うん、そうですね、うん、そうですよ、熱心ですよ、そりゃそうですよ、熱心が会社休んでまでお題目あげるってくれるぐらいの、それは重荷になっちゃうんですよ、うん、そしたらなんかお礼しなきゃない、会社休んでまで休んでたのそっか、それなりのお礼はしました、私、あーすごいね、うん、うん、だからね、なんかね、もう自分のところがもう一番だっていうようなことを言われるから、もうすっごい私ね、うん、この世行ったら地獄に落ちるかもしれないけど、私はこれ、うんって言われた、いくら勧められても話も聞く気はありませんって言って、そのままなんですよ、でも普通に落ち着いてます、うん、それは落ち着いてから、うん、宗教の話では絶対あれしませんけど、うん、普通な人のお付き合いはしてます、うん、ことがあったんですよ、はいはい、うんうん、だから今言われても、ただどうやって娘がどうやってこの一件の中で発信をっていいものかどうか、それを聞きたかったんです、うん、祭り方と、それだけ聞いたので、今ね、うん、娘が祭っていくんであれば、うんうん、今更ね、あのアパート借りてよそに家賃払うんだったら、うん、自分で老後のために一生懸命貯めていかなかったら一人ですから、うん、そうお金ないと困るんですよやっぱり、うんうん、だから人に家賃、よそに家賃払う分あったら自分で貯めなさいってことなんです、私にしたら。いやー、でもどう、ありがたい、ありがたいですよ、お母さん。一家のうちで、うん、その2つ貯めないもんだったら出ていけって言うんですよ、私。はいはい。だから、お母さんのね、昔のちょっとお話を、からも聞いてましたから、あの、アパートを借りる方向でどうだって僕も皆さんに言ってたんですよ。だけど、ね、ここ、今日初めてお母様がね、お母さんがもう拝むんだったら、まあそれはもうそれで、あのしょうがないと言ってくださったってことは本当にね、ありがたいと思ってるんです。だから心配、大丈夫ですよ、心配しなくて。あとね、一点、さっきね、あの大きな仏壇じゃなきゃいけないんじゃないか、面積はどうだって話があったけど、あのそれはね、お母さんもね、そんなに別にあの大きく構える必要はないんですよ。簡単に言うとね、50センチ四方があれば大体収まります。はい、うん、はい、50センチ四方だから、あと自分が座るスペースが50センチ四方、はい、だから中から、要するに1畳、壁から1畳だけあれば、はい、そのスペースさえ確保できれば、あの、はい、まずはスタートとしてはそういうご本尊のお祭り方でいいんですよ。あ、はい、うん、ありがとうございます、うん、50センチ四方かける2だから、まあ約1畳、1畳あればご本尊もお祭りできるし、そこでお経もちゃんと唱えられます。テーブルを置くんですか？あのね、こうするんですよ。カラーボックスを一つ新しいのを買っていただいて、はい、でその上に4000円ぐらいのお寿司っていうのがあるんですよ。あ、はい、うん、お寿司、仏壇って言ってもこう構えてるんじゃなくてね、ご本尊だけをこうやってご安置する、まあ、ちっちゃい、入れ物って言ったらなんですかね、それを はいはい、お寿司って言うんだよね。仏壇の中の、まあ言えば仏壇の中のもう一個中にある扉のやつですよ。あれをお寿司と呼ぶんで、
で、入信を始める人っていうのは、その小槌タイプでいいんです。丈が35センチかそこら、40センチぐらいかな。で、横幅が25センチか30センチぐらい。で、それはそのままだと、ドーンって下に置くことになっちゃうから、そうするとご本尊様を見下げるのは良くないので、それで、1980円ぐらいのカラーボックスとかあるじゃないですか。それをまず新品じゃなきゃダメよ。新品をちゃんと一つ買ってきて、で、その上にお寿司を置けばいいんですよ。そして、そのカラーボックスの手前は、それこそまた、1980円とかの、こう、パタンパタンと足が出るようなテーブルあるじゃないですか。そこそこの大きさの。ああいうのでいいんです。あれを経付けの代わりに使う。そうすると、今言った、まあ50センチぐらいの幅、奥行きで収まっちゃうわけですね、幅も。で、そこに線香と、折敷を入れる花瓶、折敷、それから横に寝かすろうそく、あ、じゃねえ、線香、それと、ろうそく立て、あと凛と、あとはそれとお水をお供えする入れ物ね、それとご飯をお供えする入れ物、基本これだけ最低限あればもう修行は開始できるんですね。そうすると、まあ想像、今の話で想像してもらえれば、そんなに構えた面積、体積は取らないだろうっていうのはわかるじゃないですか。部屋のどっち向きとかあるんですか、場所。大丈夫です。在家の家庭でお祭りする限りは、ご安置する限りは、方角は全くとらわれる必要はありません。ただ、そのお寿司の上に何かがあるのはいけないね。ポスターだとか、エアコンだとか、仏様の頭の上に何かをこう、つっかえるものっていう意味になるから、だからそれだけ避ければ。お寿司の、そのカラーボックス、お寿司のその上、情報には何にもないっていう状況ね。それさえ気をつければ大丈夫ですよ。ありがとでも、すごいことなんですよ、これはね、本当じに。ゃあ、家のうちの仏壇に、例えば、できたりとか、いや、ほら、泊まりがけでどっか行った時っていうのは、うちのこっちの曹洞宗の仏壇に水とかお茶を娘はあげることはできないんです。これがね、お母さんね、どうしてもそれはね、できないんですね。それは、ご先祖様のこと思ってるんですよ、本当に。だけど、そのやり方がまずいっていうだけなんです。問題が起きるのか、私はすごいね、と思ったんですよ。勉強しましょうよ、少し。そうすれば分かりますよ。曹洞宗の仏壇にはできないと、まあ、上に安置する、ここにお参りすれば、それで全てがいいんですよっていう意味ですよね、何お参り。その通りです。その通りなんです、お母さん、その通り。2階に行って、窓開けたりなんかしたりするときは、ちょっとこう、ということはできないですよね、私は相当。いや、いいんです。手を合わせていただければ誠に尊いことなんですよ。でも、どこのうち行っても仏壇あったらお参りするんですよ。ただね、お母さんね、そこでね、勢い余って般若心経は唱えちゃ困りますよね。使えません、それは。なので、手だけ合わせるってことは、これ誠ね、に。唱えることはできるんですよ。何を？娘が唱えてるものを、墓の前に行ったら黙ってんのも、私、あれだから、ちょっと見ればね、唱えられるんですよ、一緒に。おお、すごいじゃないですか。ね、もう早く終わればいいっていうんじゃなくて、こう、一緒に唱えることは、何もしないでいるより、唱えた方がいいです。いやー、それはお母様、尊いことなんですよ。もう、誠に尊い。いいんですか？誠に尊い、尊い。入ってないかもしれいいんでないです、いいんです。型から入ればいいんですけど、わかります。例えば本当に2階上がって、ちょっと窓開けて風でも通してあげましょうなって時は、ちゃんと正座してね、
で、まあ、手合わせるだけでもいいんだけど、まあ、南無妙法蓮華経って言っていただければ、もう誠に尊いと思うんですね。わかりました。3遍ぐらい、3遍ぐらい。アスリカスと死後の世界をこう死んだ後どういうふうにするかっていうのを聞いておきたかったんですよ。それはね、わかりました。これからもいろいろね、疑問とか不安とか不審なことが起きてくると思いますので、これがいいご縁ですから、遠慮なく私に言ってください。ありがとうございます。すいません。お母様はね、やっぱり根っこはとってもやっぱ綺麗な人なんですよ。非常にその命の尊さ、綺麗さを感じましたね。お母さんね、本当に素晴らしいお母さんですよ。いや、そう褒められるから歌をやるんじゃない。私は申し訳ないです。主人もいないし。いや、いいですよ。保険に嫁いでもう50歳ですから、このまま行きます。はい、すいません。はい、でもなんかね、本当に今後もちょっとなんか気に入らないことっていうか、聞きたいことあったら、本当に遠慮なくお母さん、どんどん言ってくださいね、私にね。このことだけ聞いたらもうこれで十分ですので。そうですか。はいはいはい。でもよかったじゃないですか、本当に。よかったよ、お母さん、ありがとうですよ。もうきついで、言ったら聞かないから。分かったんですか。そんなね、そんなキンキン言っちゃダメなんだよ、の方も。はい、信仰のことはね、はい、確かに法華経を保ったものはその点においては一歩も引いちゃいけないんだけど、引くわけにいかないのはね、言われば十分も分かってんだけど、ただ一般的な親子の関係とかね、そういうことにおいては、今までよりはいよいよその親も親に対して優しくなるような心になっていかなきゃいけないし、ましてはいやいや親を邪険に扱うようなね、邪険な言葉をかぶつかけぶっかけるようなことがあっては断じて愛なりません。あ、はい、いいですね。本当にその分かったって、もそれだ、それそれ、今のはその分かったってってそれなんだよ。それがいけないんです。やっぱり耐え忍んで、親子の関係においてはもうこれ以上やりようがないってぐらい親孝行していくんですよ。はい、それはね、お金とかそういうもんじゃないんだよ。本当に大事なことは、やっぱりその言葉遣いとかさ、心遣いとか、そういうのをやっぱり学ぶのも、これもやっぱり日蓮召宗の正しい法華経を保ったものの修行ですからね。ね、はい、よろしくお願いしますよ。はい、すいません。